とですねちょっとあの最初のところに戻ってですね、うん、あの襲撃事件の話にですね、うん、少し戻りたいんですけれども、はい、まあ直後にですねお出にもなっていただいて、うん、やっぱり言論界がねその襲撃を受けたことでね、うん、ビビってると思われたくないと、うん、そんなやわな言論界じゃないし、うん、自分自身そういう思いじゃなく真剣にね今までいろ,あのいろんな意見を言ってきたし、うん、そういうものを受けて変わったらねなんだ結局はね安全地帯で言ってるだけじゃないかと。うんその から自分のね役割を演じてただけじゃないかって言われるのがすごく嫌だから自分を押してねその夜中にねおっしゃってたじゃないですか葉そ擦のそのをどっかから入手してねどういう形してで,で,陰でね隠れてリハビリやって出てこられてで,でも2月に出らあのお出になっていただいた時は。 容疑者が自殺してですねその自殺っていう言葉に非常に自分も反応して、うん、あの過去いろんなことを考えているとで今打ち点していると言われたという話をちょうどその時お話しい,ただいて、うん、まあ今創建も済んでですね、うん、あの改めて振り返った時にどういう事件であり、まあ、どういう3月のです微、ね、動、うん、ニュースドットコムでは推認とした上で、まあ、知識人や学者を憎んでいた可能性があるということは おっしゃいましたけども、えー、あのまあ個人的な事情については喋らないようにしたいっていうことと、はいあと、えー、実際にデータがなくてねわからないので推定でしかない推定の度合いがちょ,ちょっと大きくなってしまうということな,のでなるほど、はいそこをちょっとカッコにくるむとしましょうね。はいでやっぱ彼が41歳、えー、まあ82年生まれだったってことが。 やっぱり重要だと思いますね。あのキャバ事件の、えー、まあ去年7月にね死刑を執行された、えー、まあ彼もそうだし、えー、遠隔 PC 捜査事件のそのまあ彼もそうだし、えー、あるいは <laughs>、えー、いわゆる 山もそうそううですね,ですねだしあとまあ名前言っちゃっていいのかなでも名前言わない方がいいのかなよくわからないやもう別の人生は歩んであるけど要するにえ要するに細胞ですよね他の細胞に刈られる細胞の開発を巡るデータ操作をしたということで <あー S 1> えまあアカデミズムを追い出された人も。うん でも82年生まれでねなるほど犯罪年表を自分で作れば分かるけどやっぱ82年は明確に統計的な特異点ですよね。でこの問題は、えー、やっぱり今回のことにもつながっているというふうに思います。で皆さんご存知のように団塊、まあの世代っていうね戦後を復員してきた人たちによる出産のブームの、ね、いわゆるベビーブーマ 1946年から大体49年あるいは50年までですねでその彼らがこの親になって生みをするのが70年代前半なので,で71年から75年までをあのベビーブーマージュニアというか段階ジュニア世代っていうふうに言いますね。で 実はその後75年生まれぐらい、まあ、ちょっとかぶってるんですが75年ぐらいから10年間ぐらいのバンドをロズジェネ世代あるいは昔は就職氷河期世代っていうふうにも読んでいましたねでこれは77年のまあ平成不況の深刻化、まあ、国際通貨的に由来しますがその時に就職活動を始めていたとそうですね,ですね20歳ぐらいだった人たちということになるので。 まあ引くとちょうど70年代半ば以降ですよねでその10年間がロス・ジェネ世代で,そ,で,、ね、でその後ですねあの、まあ、景気好転があったからと一般には言,言われているけど世代的な何て言うんだろう共通感覚が変わってでまずミレニアル世代になってその後、まあ Z 世代になって今に続くっていうことなんですがあの宇宙 まあ、ロスジェネってなぜロストっていうふうに言い換えられたのかっていうと自分たちだけが奪われている自分たちだけが損しているっていう感覚をあの共通感覚として強く持っていたからだというふうに言えますよね。 でまあ、社会学でいう相対的剥奪感まあまあその相対的ないうのはリラティブで剥奪だまあデプリベーションなんですけどあの絶対的貧困と相対的貧困とちょっと,ちょっと似たところがあって、ね、本当に剥奪されているというよりも上の世代と比較して俺たちどうなのよとかあるいは周りの国とか。 同じ国の中の別の階層と比較して俺たちどうなのよっていうふうに比較によってそのディプライブド奪われたっていう感覚を持つその,その意味でこの相対的剥奪感がすごく世代的に強かったのがやっぱロスジェネ世代なんですよね。うん、で段階上にニ世代とは比較にならないぐらいそれが強かったっていうことです。なので この世代の持っている問題をもっと考察しなければいけないだろうというふうに思っていてなるほどでもちろん相対的剥奪感も重要だけど彼らがそれをコミュニケーションを通じて、ね、例えば連帯によって訴えるという解消の仕方が取れたか取れなかったんですよなぜ取れなかったのかあるいは、まあ、せいぜいね友ともと悩みを打ち明け合って、えー、そうか あの苦しいのは俺だけだと思ってたけどみんなも苦しいんだなっていうふうに分かったとかっていうふうにして、うん、本当は世代の共通感覚なんだけれども、えー、僕はその僕そのユニークな僕であるようでいて、まあ、実際にはリプレイサブルな僕で誰でも僕なんだっていうふうにというところまで 行くにはやっぱりコミュニケーションが必要なんですよねでコミュニケーションを通じて、えー、そのいわゆるあの単なる適応っていう意味で受け入れるってことではなくてねな何が起こっているのかっていうことをわ、えー、かりやすく言うと自分ごとができるとこの社会で起こっていることが自分ごとができる言い換えると自分に起こっていることあるいは自分たちに起こっていることはこういう社会的な問題なんだっていうふうに いろんなものできるとということででですすよねだから理不尽なんですでも何も考えない方が理不尽でいろいろ考えていくとこれはもちろん体験としては理不尽なんだけど起こるべくして起こったっていうことが分かるとかってねつまりそういう認識に非常に至りにくい世代がロスジェネ世代だからまあ確かに97年から就職 困難に陥ったその通りでもその同じ頃からねこの人たちっていうのはあのキャラとテンプレつまりあの空気読めない KY を恐れて、えー、キャラを演じるっていうのを始めた世代、えー、あるいはあの過剰なものですね過剰ってやりすぎ感があるものねアクセシブなものを全部避けるとだから性的にアクティブなのを痛いし オタク的な、うんちくで、マウンティングを取るのも。痛い。っていうようにして痛、痛い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 っていう言葉がコミュニケーションで使われるようになるのも。このロスジェネ世代からなんですよね。なるほど。だから彼らは、割れないんですよ。うん、痛いって言われるから。で、政治の話も。したがってできないんですよ。ね、あの、過剰を恐れるっていう。はい。話ですよね。はい。はいや、宮台さんが、この前の、あの、ビデオにするところの。 マギライブも拝見させていただいたんですけれども、うん、そこでもおっしゃってた、まあ、その94年にですね、うん、黒源で宮台さんが仲間以外は皆風景と、うん、94年は82年生まれだとまだ12歳ですよね,で,すねでもでもそこからそれぐらいまではまだ、まあ、友達は少ないけど3人ぐらいはみんないたんだけどそ,です、ね、そこから友達がいなくなる時代に入っていくわけですよねそうすると82年の人たちは 94年になったらまだ歳歳でが年そうです、ね、だから社会としてももう本当に氷河期になっていくけれども、うん、友達もいないからそれも共有できないし、うん、なおかつコミュニケーションも過剰を恐れるっていうふうになっていて、うん、非常に孤立して自分とは違うキャラを演じつ。そもそもねあの 機がが用意されてないなわけですよねチャンスがだけれどもそれすら共有できないというところに陥、うん、ってたそうですねあの数年前にね「クローズアップ現代」僕が出たんだと思うんですけど黒煙ってね、はい、結構こういう問題に注目していてね「ねつながり孤独」っていう特集をしてるんですよねで「つながってるけど孤独」うん、でもねこれやっぱ日本語ってすごいいいなと思うのはつながり孤独って。 あってかるじゃないですか。でも、なかなか英語で言うのも難しいので、ロンです。ネス、インターネットとか言うんですけど、<laughs> まあ、しょうがないけど、でもね、皆さんもお分かりだと思うけれど、つながり孤独ってネットだけの問題じゃないんですよ。あのネットってどんなにつながっていても、統計的に見るとあの、感情的な安全を与えてくれない。いざという時に助けてくれない相手だっていうふうにもう分かってるからです。統計的にはっきりしてるんですよね。でも インターネットの関係だけじゃないんですよこれも統計的に見るとの、世代を問わずね、日本人だけが家族しか頼れない。地域も頼れない。会社、学校の仲間も頼れない。頼れるのは家族だけ。え、本当に家族頼れるのっていうね、疑問もあるけれども、本当に、えー、孤独なんですよ。でね、これは、しかし、あの、有名な動画でね、 のうんとね、えちょっと前まで、えー、英語版しかなかったんですけどロンリネスっていうねあのあのクルス・ゲザクト、まあ一言で言えばクルス・ゲザクトっていう、まあ、ドイツの NGO が配信している、まあ、全ての科学分野に関する、まあ、動画の一つなんですけれども、うん、ロンリネスあのこのクルス・ゲザクトの動画ってね その概要欄にベースになった文献がまあ10から30ぐらいいつも挙げられていてこれがまたすごい便利なんですけどもそのこの動画はだから学術的なねあのキーな論文っていっぱいあるけどそうですね学術的に認められた論文からこういうことを言ってる統計的なリサーチによると社交的であるかどうか友達の数が多い,どうか,と多い,か,多いかどうかということと 孤独を感じるかかどうはは実は関係がない,っていう、ね、なるほど。ね、でこれが後の話につながりますけど、えー、ただの埋め合わせ暇つぶし、えー、ある種の退屈の、えー、埋め合わせとしての関係これはねあのれは一時的。友達よりもインターネットみたいなもんですよねそうです。だから全てがインターネット化しちゃってるんです。うんリアルね あの残念な関係とは別にあのやっぱりね孤独でなくなるような関係っていうのはある質感を持って存在するんですよでそうしたことも実は統計的にはもう分かってることなんですよねだからインターネットの知り合い関係がどんなに広がってもインターネットと同質の関係がどんなにたくさんあっても人々は孤独からは逃れられないなぜかっていうと これがまずその入れ替え可能性問題です。俺じゃなくてもいいんじゃない？私じゃなくてもいいんじゃないって思わされると人は寂しくなるんですよ。で、その孤独は人の尊厳を傷つける。尊厳ってちょっと難しい言葉だけれども。あの分かりやすく言うと自己価値がないんじゃないか。まあ、今今の流行りのコーチング用語で言うと、セルフアファメーションができなくなる。うん、そのアファメーションができなくなる、えー、自信がなくなる。 自分はいないんじゃないかというふうに思えてくる。でこれは、八十二年系犯罪者の多くが言っていることだよね。自分は存在しなくてもいいんじゃないか、というふうに思ったってことですよね。